本日の試合は勝利投手柳、勝利投手柳、西武ライナル・マルティネス、西武マルティネス、敗戦投手清水、敗戦投手清水でした。柳選手にはドラゴンズ勝利投手賞として、左目の投げ口より左目の援護投球を決めたため、ゴールデンスタート賞として朝日ビールからダブル工場で製造された出来たてのアサヒスーパードライ 350ml 缶24本入り1ケース、東海テレビ賞として東海テレビ放送から賞金、ライナル・マルティネス選手にはドラゴンズ最多勝として、マリア・ガリオン、名古屋・プロテンから賞金、